放映ブースの紹介をさせていただきます。私は白鳥と申します。よろしくお願いします。今年の NAB 放映ブースでは、放映法は 4K フューチャーというテーマを掲げまして、 4K 製品こちらを中心に各種展示をさせていただいております。まずは簡単に概要の方から説明させていただきます。 4K 対応製品ですけれども、ワークフローをですね、掲げまして、インタビューと同じように 4K のライブプロダクション、こちらを実践するためにどういった機械が、どのようにつながって、システムを実現できるのかというようなところを、ご紹介させていただいております。その中では、フレームシンクロナイザーですとか、あと新製品のアップコンバーター、それから、プレイヤー、サーバー、あとマルチビューワー、DSK、それと一番大事なルーターとスイッチャーですね。そういったような製品群をシステムとして展示をさせていただいております。また皆様にはおなじみとなりましたハイスピードカメラ FT1、 こちらもですね、ダンスパフォーマンスを交えながら1時間に1回ですね、デモンストレーションを実施させていただいております。こちらもぜひお見逃しなく見学いただければと思います。その他単体の展示コーナーとしてはですね、まずライブプロダクションコーナーということで、ビデオスイッチャー、それからルーター、あとマルチビューワーといったような製品群、各種展示をさせていただいております。スイッチャーでは HVS-XT シリーズ、こちらがですね、非常に好評いただいております。今回も非常に多くの方に、見学実機を触っていただいております。続いてプロセッサー関連ですけれども、こちらは新製品でですね、新しく5チャンネル版のフレームシンクロナイザーというものを発表させていただいております。 FA505、 こちらもぜひお見逃しなく見学いただければと思います。ファイルベース系ではですね、アーカイブ関連を展示をさせていただいております。またその他ですね、バーチャル関連では新しく VRCAM3 という、商品も参考ではございますが展示をさせていただいております。その他、IP 関連のですね、チェンジオーバースイッチャー、それから特殊用途カメラではございますが超高感度カメラなどですね、非常にたくさんの製品を展示をさせていただいておりますので、ぜひともお見逃しなく、見学ください。これからは、皆様にはおなじみのハイスピードカメラ FT1 のご紹介をさせていただきます。 FT1 なんですけれども、おかげさまで、様々な場所で使っていただくことができております。特にスポーツイベントではですね、非常に欠かせないカメラということで、国際イベントをはじめですね、いろいろなところで使っていただいております。今回はですね、こちらにFT1OPT というですね、光ファイバー搭載モデル、こちらを、NAB としては初めて展示をさせていただいております。インタビューの時にご紹介したモデルではございますが、特徴としてはこの光ファイバーですね、こちらを使って 4K の映像の伝送を、シンプルにさせていただくという目的のカメラです。また単純に光ファイバーになっただけではなくて、若干機能を改善しているところもございます。例えば 4K の映像出力がですね、 2K と出るようになってます。これによってライブの映像はそのまま送りながら、スロー再生の映像も同時に送るといったようなことが実現しています。またこの光ファイバーを使ってですね、映像の送り返しですとか、あとインカムですとか、そういった映像もすべてこの中に頂上しています。それからコントロール系、あとは電源ですね、こちらもこの光ファイバーの中に頂上させることができますので、本当にファイバー1本でですね、長く引き伸ばすことが可能となっております。電源を頂上した場合は約1キロ、頂上さ、延長することができます。また FT1 を支える周辺機器なんですけれども、こちらに展示をさせていただいております。まずは、カメラのコントローラーですね、FT1RCP というモデル、こちらも、展示をさせていただいております。また、コントロールするための、FT1RUA というですね、ちょっと新しいモデルなんですけれども、スローのスピードをコントロールするフェーダーバーがついてたり、若干機能を改善しているところがございます。
また周辺としてはですね、ここにちょっと今出てるんですけれども、ZE1 4K から HD に切り出すシステムですね、こちらも展示をさせていただいております。やはり今 4K で撮影しても実際の放送としては HD というケース非常に多いかと思います。HD で使う場合ですね、単純にダウンコンするだけではちょっともったいないということで、 4K の解像度を、フルに活用いたしまして、一部分を切り出して、使うことができると。しかもそれをリアルタイムに、非常に操作性よく実現しているというのがこの ZE1 の特徴でございます。ユーザーインターフェースはまあここにもあります通り、タッチパネルを使ってですね、非常に分かりやすくできております。こちらを使って、リアルタイムに動かすこともできますし、こちら側から FT1 の映像をコントロールするということも可能です。ぜひこちらもご確認いただければと思います。ファイルベース製品のご紹介をさせていただきます。今回 NAB では特にアーカイブ製品を中心に展示をさせていただいております。新製品いくつかありますので、簡単にご紹介をさせていただきます。まずですね、こちらにございます LTR200HS6 というモデルを今回 NAB で初めて展示をさせていただいております。まだ参考出展という状態ではあるんですけれども、今まで 100HS120HS という2モデル、あったものの、第2世代ですね、ということで200というモデルがついています。末尾にある6という数字なんですけれども、こちらは LTO の6を、示す型番になります。この 200HS6 の特徴なんですけれども、今回コーデックとして Avid の DNxHD こちらに対応しております。220メガの非常に高ビットレートの映像のエンコード、そして LTO への記録が可能となっております。もちろん記録されたデータの再生ですね、デコードしての再生ということも可能です。また今回 200HS からですね、この筐体の中で1コーデックではなくてマルチコーデックに対応していこうということで、今後ソフトウェアの追加によってですね、 MPEG-2 ですとか DVC プロ、AVC イントラ、またその他フォーマットをですね、必要なものを随時追加できるような仕組みにしていこうということで、今回展示をさせていただいております。今後 LTR シリーズは1台でいろんなコーデックに対応していくということで、注目していただければと思います。また同じ LTR シリーズでですね、今回長時間録画という、オプションも発表しております。これ長時間録画なんですけれども、例えばリアリティ TV とかですね、24時間ずっと撮り続けてなければいけない、もしくはそれが何ヶ月も続くようなケースなんていうのもあるかと思うんですけれども、そういった時にテープの掛け替えをしつつも中のハードディスクで、掛け替えの最中ですね、掛け替えの最中途切れることがないように中のハードディスクに記録をしながらテープを掛け替えたら、次のレコーディングが、どんどんまた続けていくことができるといったような、特徴も持たせています。また、記録したファイルはですね、ある時間間隔で、区切ってファイルを作っていくことができます。作られたファイルは、自動的にあるサーバーですとか、NAS に転送させるなんていうこともできますので、例えば、収録をかけながらある一定時間が来たら、追いかけ編集をしていくなんていうことも可能なソリューションとなっています。続いてご紹介するのがサーバーモデル LTS60 ですね。こちらも LTO6、LTO6 に対応しております。また LTSMAM というですね、ウェブブラウザーを使って素材管理ができるオプション、こちらもご用意させていただいております。これ1台でですね、素材管理も可能といったことで非常にシンプルにアーカイブができるということでご好評いただいております。もちろん、テープの本数が増えてきたら、ここにありますように LTO のカートですね、カートを使って、素材管理をしていくと、このカート自体のコントロールもこのサーバーの方からできるということで、非常に大規模に拡張していった場合もシンプルに運用することが可能です。
最後にご紹介するのが、少し毛色が違う商品なんですけれども、プレミアのプラグインです。フレームレートコンバーターをプレミアのプラグインとして提供していこうということで、今回、製品化にこぎつけております。今まで、FRC シリーズとしてですね、業界内では非常に、デファクトとして、ご好評いただいている商品の技術をソフトウェアとして実現しています。プレミアの方にですね、プラグインとして実装していただくことで、非常に高精度なフレームレート変換を実現するということで、こちらもぜひ、見ていただければと思います。